ルイスサントップは1910から1920年代にアメリカ合衆国のニグロリーグで活躍していた野球選手。主なポジションは保守。テキサス州、タイラー生まれ。右投げ左打ち。ニックネームはトップ。プロの野球選手としての経歴は1909年からで、いくつかのチームを渡り歩いた後、1910年に当時ソレホワイトが監督をしていた。 ニューヨークリンカーンジャイアンツに所属、そこでスモーキー、ジョー・ウィリアムズやキャノンボール、ディック・レディングといった伝説的な投手たちとバッテリーを組んでいた。ントップはその打力を売り物にし、1911年から1914年の打率はそれぞれ470、422、429、455であった。また1912年のある試合では、 飛距離500フィート以上のホームランを放ったという。その後1915年から1917年頃まで、ブルックリンのロイヤルジャイアンツでホームランを量産したことで名声を得、その後フィラデルフィアにあるヒルデルデージーズに加わる。1917年にデージーズがメジャーリーグの選抜チームと3試合を行った際、三トップはメジャーリーグ選抜の投手チーフベンダーとジョーブッシュを 相手に3試合で6安打を記録したという。1918年と1919 19年に第一次世界大戦で派兵された後、終戦後に再びデイジーズと高額な契約を結び現役復帰、1923年から1925年のデイジーズのリーグ3連覇にも貢献する。しかし1924年のニグロワールドシリーズで、 致命的なエラーを犯したことをきっかけに、チームの正捕手の座をビズマッキーに奪われることになった。1925年を最後に選手を引退し、その後フィラデルフィアで放送関係の仕事をしていた。時折バーテンダーなどもしていたそうである。1942年にフィラデルフィアで死去。2006年にニグロリーグ特別委員会により、アメリカ野球殿堂入り。その長打力から、 サントップを黒いベーブルースの元祖という人もいる。ヒルデール在籍時の1920年、メジャーリーグ球団との試合で実際にベーブルースと対戦した試合があり、その試合でルースが4打数ノーヒットだったのに対し、サントップは3アンダーを放ったそうである。ありがとうございます。